おかえり、この原、待ってたよ。あ、おかえりなさい。遅かったね。そうだよ、遅いとそうめんが伸びちゃうじゃないか。なるみさんと何かあった？本当に？怪しいな。もしかしてこの原、ソフィアちゃんに手出ししてたんじゃないだろうな。そんなに必死になって否定するのがまた怪しいぞ。スモモちゃんのそうめん。うん、そうだね。おいおい、うちのクラスの女子、みんなサーファーに持っていかれそうだぜ。サーファーって、やっぱり海で見るとかっこいいね。そう？
ら潜るのも楽しいよ。くぅ、憎いよなサーファー。海から上がったらモテないのにさ。それはそうと、今日の半分けのメンバーは揃ってるのか？何？どうしたの？あ、そうだったわ。みんな浮かれてるんで忘れてるのね。みんな、班に分かれて。それは多分ミクリ先生がチビで見えなかったんだと。チビ？昼間なのに流れ星みたいなのが見えますね。あれは何なのかな。違うんですか？じゃあ飛行機雲かな。先に行かないで。この原さん、今日はよろしくお願いします。目標って何だろうね。泳ぐとか、海辺の生物の採集とか。それはみんなが考えればいいよ。それをレポートにして班ごとに提出してください。ここに行くこと。いいね。
皆さん遅くなってごめんなさい。生徒会のテントを作ってたら遅くなっちゃって。もっと早く来たかったんだけど、さすがにあれだけのテント作りはくたびれたよ。そうね。でもちょっと待って、一人足りないんじゃないの？そうね、一人足りないんじゃない？忘れられてるって俺のことか？まゆみさん、今日もかわゆい。川口くんのことを忘れてるわけじゃないわ。ただもう一人いないなって。ワカメ人間じゃないよ、俺だよ。うわ、ワカメ人間が喋った。こ、怖い。違うんだってば、ワカメじゃなくて。ところで、今年のグループ目標は何するの？そうだな、掘り立てでここに泳げなさそうな子はいないし。それなら私、提案があるんですけど。あんなワカメばかりじゃないと思いますけど、見たところちょっとゴミが多いような気がします。ついたゴミを拾ってそれをまとめてみたらどうでしょうか。海水浴場の清掃にもなりますし、環境問題にも取り組めるし。なになに、決まったの？何するの？ゴミ拾い？
素晴らしいよ、まゆみさん。やっぱ最高だね、君は。わかめ人間、倒れちゃいましたね。みんな、置いていかないで。こっち、缶があったよ。こっちはビニールゴミがある。ネジがあるけど、こんなところで誰か何か作ってたの？お人形さん、こんなところに？なんでこんなところに捨てるのかな？ずいぶん汚くなってるのね。まあ、海水浴シーズンだからな。海の中にあるビニールゴミだよ。なるみさんが海の中を探って、私がゴミを集めてるの。その方が効率が良くて。スモモにゴミを渡して選別してもらってるんだ。だから手早いよ。ほんのちょっとなの？率先して手伝ってよ。そうだよ。ほら、こっちの石をどけてほしいんだけどね。この石、一見動かせそうで動かせないんだよね。どうしようかと思って。そうなのよ、ちょっと困っちゃってるんだ。無理？手伝おうか？
私も一緒に動かすよ。せーので持ち上げない？それはですね、アメフラシという生き物ですね。アメフラシは敵に紫色みたいな液をぶっかけるですよ。ちょっと気持ち悪いけど、あれを捕まえるしかないわね。はい、スモモ、早く早く。私たちを笑った罰なんだから。もう、ミクリ先生のバカ。海水浴研修のグループレポートもバッチリね。今日のレポートの感想はメールかファックスで届ければいいのかしら。
じゃあ私とエリカの分は一緒に出すよ。私たち一年の分もまとめてでいいんですか？お手伝いした方がいいなら手伝います。大丈夫よ、まとめてくれればこっちで出すから。おーい、みんな、今から解散の挨拶だって。先生が呼んでるぜ。こんなところで会うなんて偶然だね。君はお買い物？実は今朝出かけるときに家の鍵を持って出るの忘れてきちゃって。朝から遊びに行っちゃってるの。だから誰かが帰ってくるまで時間潰そうと思って。でもいいの？それじゃあ、お邪魔しようかな。うん。そうかな。やだな、私そんなにしっかりしてないよ。そんなことないのに。本当だね。
私ね、今年のお祭りはすごく楽しみにしてたんだ。でも、着替えないし。だけど、そうだけど、そんなに押さないで。先にお風呂使わせてもらってありがとう。どうかした？何か私変？そんな風にじっと見られると恥ずかしいんだけど。
お腹空いてるの？私何か作ろうか？雨宿りさせてもらってお風呂まで借りちゃったし、お礼に君がお風呂に入っている間に何か作っておくけど。ホットケーキ？わかった。じゃあ用意しておくから。おかえり。せーの、えい。ありがとう。もうすぐできるから座って待っててね。召し上がれ。よかった。まだあるからおかわりしてね。食べるよね。ところでさ、今年の夏祭りなんだけど、私も行くよ、夏祭り。
よ。どうして？何それ、君こそ変だよ。